コーコリン薬とは、アセチルコリンが、アセチルコリン受容体に結合するのを阻害する、薬物のことである、コーコリン作動薬とも呼ばれる。このコーコリン作用によって、副交換神経が抑制される、副交換神経遮断薬とも言われていたが、コリン作動生成には、副交換神経節後繊維だけではない、代表的なものにアトロピンやスコポラミンがある。これと逆の作用を示すのは、 コリン作動薬である。過剰摂取や、あるいは他のコーコリン作用のある薬物産関係、抗うつ薬との併用により、コリン中毒による、洗毛、昏水、痙攣、高熱などが生じることがある。ベラドンナの果実ベラドンナは、学名エイトロッパベラドンナと呼ばれ、古くから用いられてきた。ベラドンナには、アトロピンやスコポラミンといった成分が含まれ、これらは、コーコリン薬として用いられる。 アセチルコリンは神経伝達物質として体の様々な機能に関わっている。このアセチルコリンが作用するときに結合する部位がアセチルコリン受容体である。さらにアセチルコリン受容体にはムスカリン受容体とニコチン受容体が存在する。抗コークリン薬はこのうちムスカリン受容体にアセチルコリンが結合して作用するのを阻害する。つまりアンタゴニストである。 スコポラミンのようなコーコリン薬は、胃腸の過活動による、胃痛や腹痛、また、乗り物酔いの抑制などにも用いられる。コーパーキンソン病薬コーコリン作用も、参照代表的には、ビペリデニア、トリヘキシフェニジルのようなコーコリン性、コーパーキンソン病薬が存在する。1960年代には、パーキンソン病の治療に、ドーパミン補充療法が登場し、 抗コリン性高パーキンソン病薬は、主に抗精神病薬との併用において用いられてきた。しかし、現在は、そのような併用は、避けることが推奨されている。詳細は、抗コリン作用を、参照コリン剤の過剰摂取や、抗コリン作用のある酸関係抗うつ薬との併用によって生じる中毒状態であり、洗毛、昏睡、痙攣、幻覚、低血圧、 高熱などの症状が生じる救急状態である、高ココリン作用のある薬剤を長期間摂取するとアルツハイマー病などの認知症の発症リスクが高まる可能性があることが報告され、10年間で91日分から365日分の使用では1.19倍、1095日まででは1.23倍、1096日以上では1.54倍であった高ココリン薬は、 前立腺肥大症や尿路に閉塞性疾患がある。場合には、投与が禁忌になっている。これらの持つ人に、抗コリン薬を投与すると、排尿障害をきたす恐れがある。抗コリン薬には、膀胱の排出力を弱めるとともに、尿道を細く収縮し、尿排泄を悪くする作用がある。ありがとうございます。